わあ、何これ、超広い。あ、なんかでも地上が見える。うん。わあ、ベイビーがいる。ここはベイビーの名産地だったか。わあ、あ、あれ？熊のぬいぐるみがある。何これ、しかもめっちゃ転がってる、熊のぬいぐるみ。わあわあ、飛んでこないで。うわあ、あ、ここって俺が昔死んだところじゃねえの？うわあ、なんか超アグレッシブじゃない、こいつ。なんかね、確かね、こいつもね、強化され、あ、またここ変なとこ挟まった。ちょっと待って、これきつい、これきつい。おお、焼けちょる、焼けちょる。うわ、近づいて、疲れてる、怖いよー。ちょっと待って、そんな近かったらお前はさすがに怖いわ。ちょっと脱出、逃げろー、逃げるが勝ちだ。さっ、怖っ。うわー、来てる。 燃えたまま来てる。ほら、明るくなったろって感じで来るんじゃねえよ。お前が明るくなってんだよ。ちょっと待って、怖っ。さすがにここまで追ってこないか。ふう。あ、なんか寒がってんな、主人公。やばいな、あんま寒いと。寒くても死んじゃうからな。やべえやべえ、やべえやべえ。ちょっとびっくりした。ああ、そうだ、多分あれ、昔、俺が、なんか、あれ、なんかベイビーと、クモコちゃんがいっぱいいるところだって言って死んだところな気するわ。ちょっと待ってよ。ちょっと寒いみたいだ。火を、やばい、すげえ触れてる。気のせいかな？あいつ近づいてきてない？はあ。火めっちゃ埋まってるけど、これでも一応温まるはず。よいしょ。あ、なんかこの辺すごい渡りづらいな。どうしよう、あいつ爆弾で倒そうかな。なんかね、爆弾2、3発で死ぬってパッチノートに書いてあった。どういった、あいつ。やべ、クレー。うわ、いたいた。うわ、今ちょっと待って、今待った、ちょっと待った、今見た、みんな間違えた、これじゃない。こいつ飛んできやがる。うわ、ちょっと見えへん、見えへん。いて、でもダメージ低くなったね、この人。うら。おお、近いよ、近いよ、近いよ。何この絵面、何この絵面。じゅう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 。きめえ。あれ、なんかこの場所にいるとこの人攻撃してこない。平和な生き物になった。まあ、そんなわけないんだけど、すっげえ燃えてんね。昔は炎ダメージ効かなかったけど、今じゃ効くんだな。ほーれほーれ。ほーれほーれ。うわー、キモい。ほら、燃えろ。あれ、燃えない。くそー、ちょっと待って、こうなったら。暗い、暗い、怖い。うりゃ、うりゃ。このパターン入った。あ、何？どっちした？おお。うら、ほら。この位置はなんかよく知らんけど、ムテキングゾーン。なんか降りちゃい、落ちちゃいそう、落ちちゃいそう。落ちたらやばい。落ちたらまずい。死なねえな。あー、ずるずる落ちてく。ちょっと暗い、暗い、暗い、暗い。何このサバイバー。ちょっと待って。そうか、ジャンプ攻撃が追加されたってパッチノートに書いてあったな。これと、これと、敵がいる中でゆっくりと爆弾を作る主人公。どこ行った、あいつ。この位置からだったらちょっと投げづらいな。そんな時の頭ですと思ったけど、頭持ってないんだよな、俺今。お、いいじゃない、これ。あー、でもちょっと転がってくる。うえい。当たった？当たってないね、絶対。くそー。あれ？うお！あれ、なんかこいつ地面に埋まってる。いてえ、攻撃できるんかい。あ、なんか変なハマり方してくれてる。今がチャンスだ。あいつをフルボッコにするチャンスよ。あとコイン。はい。これで、これ持って。死ね、化け物、ポン。
いいぞ、いい感じの位置にいった、位置にいった、うえ、うお、主人公が吹っ飛んだ。そういうモーション追加されたんだね。わあ、バラバラになりました。主人公が爆発のダメージ食らった。うわ、肉片になってな。ギエーギエー、気持ち悪い。ああ、もうフレアローに持ち替えよう。あ、あら、ライターにして、あー、めんどくせえ、これいちいち切り替えるのが。うぅ、あー、死ぬかと思った。てか寒いんだな、主人公。いまだにちょっとまたコールドになってるわ。うわ、なにこれ、あ、ロープか。はぁ、火どこ行った。あ、これか。あー、びっくりした、強かった。あいつ燃えるようになったけど死ぬ気しなかったな。そしてとうとう爆弾が主人公も食らうようになったね。吹っ飛んでたね今。しかし今クモコちゃんが変なとこにはまってくれたおかげで助かったけどさ、危なかったな。お前らは燃えないの。あ、お前ら燃えないんだ。じゃあフレアローも万能じゃないね。ほれほれ、あ、こいつは死んでる。あ、爆発に当たったのかな。まあいいや、とりあえずこの場所から脱出しよう。ここになんか紐があって外に出られるみたいだし。は、気持ち悪い、帰ろう。とりあえずこの先がどこに繋がってるかだな。よっしゃよっしゃ。なげー、これでも怖いよな、紐一本でこんだけ上がるってさ。これでしくじったら死ぬぜ、この高さ。一体誰がむしろこの紐を垂らしたのかってのもあるし。あ、でもなんか地上が見えてきた、明るいぞ。どこだここは、どこに繋がってるんだ。よっこいしょっと。あ、墜落現場のすぐ近くにこんな穴が。しかし今回ちょっと分かったことは、そうだな、あの謎の目玉のマークがつくアイテムたちっていうのはやっぱりストーリーの関係上で、しかもどうやら舞さん関連っぽいな。やっと舞さん関連が進み出したのかな。ということは、あのイエス様も取ったらまたなんか起こって、まあアイテムコレクトしたら舞さんが出てくるかなんかの あんのかな、イベントが。まあ、とりあえず今もう一個見つけたけど、あの紙とキリスト、絵か、絵とキリスト以外何かあんのかなって。もうまた原住民だよ。もう油断せんぞ。ほら、とりあえずお家に帰って建築しなきゃ。予策は木を切る、へいへいほー、へいへいほー。ふう、これでなんとか土台完成だな。俺の予想だと、この土台の上にさらにこう建てれるんじゃねえかと思っちゃいるんだが、そこのところはどうなんでしょうね。ベーシックウォールじゃなくて、これだったっけ、多分。そうそうそう、これだったかな。これを、お、お、お、なんか今 C って、なんか見えねえ。見えねえ。お、なんか C って書いてある。お、おー、すげえ。一気に周りの枠にほら、できてる。すごい。でね、これね、俺試して分かったんだけど、これやったらさ、ほら、全部壁じゃん。これじゃあ家の中に入れないじゃーんとか、逆にこの中で作ってしまったらもう出られないじゃん、積むじゃーんって話になるんだけど、まあ、察しのいい方はわかるでしょう。ここに近づくとですね、 R って出るんですよ。この R を一回押すと、なんと窓になる。さらにもう一回押すとドアになる。でさらにもう一回押すと壁がなくなる。でもう一回押すとまた壁に戻るっていう。だからこれで、どうしようかな、ここ入り口にしようかな、だったらここはこういう風に扉
にして、あーオーシャンビューが見たいからここ窓がいいなと思ったらポンってこう窓にできるんですね。こんな感じでっていう感じなんですよ。でね、そうこれでこの機能を使えばね、こうやってちゃんと壁だけじゃなくちゃんとドアのやつにもできるというね。あすごいすごい、こうなるんだ。で先にやっぱこう基礎を作ってからのだったんだね。はい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 、これはもう基礎でいいのかな。でもよくねちょっとガバガバに見えるけど、まあそれはいいのかな。でこれはドアここにして、で窓これにして、窓ここにしようか。オーシャンビューはできれば多く見たいから、こっちとこっち両方つけとくかね。じゃあこんな感じで、あとまあここも窓にしとこうか。よし、じゃあこんな感じで今度は壁を作っていこう。で多分それができたら今度は多分屋根が作れるんだな。お、ちょっと楽しくなってきたぞ。頑張ろう。虹も綺麗だしな。さあ亀の甲羅はどんだけ強いか。おらおら、買ってこい。このティンペイでお前不正でやるで。ティンペイとロッチの基本戦術アタック、ゴツン、いてててててていて、ガードガードガード、最近なんかガードが微妙に仕事しないのは気のせい。いた、おらおら、ティンペイ弱え。やっぱローチンがないとダメか。しょうがない、ローチンを持とう。うおー、ローチンアタック、はいや、ヤッホー、まったくローチンの前では貴様だと雑魚に等しい。やっぱティンペイダメだわ。ちょっと試しに使ってみたけど、また死にたくないからもうこれでいこう。ん？おかしいな。俺ここドアに設定してんのに丸太ここについちゃったんだけど、あれ？ていうかこれよくない？50本もいるんだな。おーい、ていうかこれ大丈夫？え？大丈夫、完成した時にちゃんとなんのかな。不安だなまあやってみようか、作ってみよう。謎のアイテムがある、マップケーブ。ん？しかし見方がわからない。おお、マップ消えた。あれマップ消えちゃった。何だったんだろう今のアイテム、マップケーブ。しかも2って書いてあったから1とか2とかなんかあんの。じゃこれからマップもできるようになるのかな。はあ、まあいろいろ増えてくんかな。あれ、お酒となんか強化できるんだけど、お酒と強化したらどうなのこれ。ん？何を今つけたこれ。え、今俺お酒つけたよね。ん？なんかくっついた。え？何これ？え？どういうこと？ちょっとわからん。え？いやなんか、前パッチノートを読んだときに強化できるのは羽、歯、で、あともう一個なんとかって書いてあって、なんとかってなんだっけなって見たんだけど、何これ？なんか変な結晶がついてんだけど。結晶魔法の武器か。そういうことか。魔法ダメージがついた感じこれ。どういうことこれ、何なんだろう、わかんねえな。ちなみにこっちの斧は、あとね、アップデートで、強化は30個までが上限なんですよ。全部合計で。だから、まあ、攻撃力特化にするか、スピード特化にするか、みたいな感じで分けられるようになっちゃったんですよね。まあ、だから、もうこの斧はどうも前いろいろ強化したせいでも、
上限が出ちゃって、これはもうなんかできないみたいだから、今ラスティアクセル試してみたんだけど、お酒とサップ、もう一回ポン。ほう、これ何つけてんの、これ強くなってんの、完成。いい、はあ、やっぱりここガバガバなんだ。